影が押し寄せてくるぞ。こいつら本気でぶっ飛んでやがる。待て悪党ども。正義の自転車乗り無面ライダー、無面ライダーが来てくれたわ。彼が来たならもう安心だ。ヒーローがくだらん。行くぞ。ゼニール様、お逃げください。しかしテロリストを相手に逃げ出すというのもわしのイメージダウンだろ。その必要はない。あんたは運がいい。俺との結婚無論のこと、案ずるなら連中の命だ。あんたらは死体の山をどう処理するかだけを考えていればいい。聞いたことのない新型のバトルスーツを装備したボート、 B 級賞金首のハンマーヘッド。ボス、この林を抜けた先に見えるのがゼニルテ。よし行くぞ。何かいる。待ってたぞハンマーヘッド。ゼニールの使いだ。よし行くぞ。もう逃がすことはできない。もう逃がすことはできない。なんで死んだ。お前の動きは完全に見切った。なら俺を止めないとどんどん飛んでくるぞ。逃げずに攻めてくるか。終わった。いや、残念だが手加減できなかった。ああ、ハンマーヘッドの死体もここだ。では今からも死体が消えた。F 市で暴動を続けるテロリストは桃源団と名乗っており、桃源団からテレビ局に送られてきたメッセージによると、働かない者にも無償で衣食住が提供される世の中になるまで暴れ続けるなどと意味のわからないことを主張しており、ハンマーヘッドに同調したメンバーはいずれも無職で働く意思のない若者とみられます。つまんない事件だな。今回は俺が行くまでもねえな。
また構成員の頭はスキンヘッドで統一され、非常に危険な雰囲気に包まれています。外出された際にスキンヘッドを見かけたらすぐに。何だと？俺と被ってんじゃねえか。せっかくヒーローやっててもこんな真似されたら俺も悪者扱いされるじゃねえか。ベッセーブス。あ、いた。なんだお前、桃源団に入りたいのか？いや違う、俺は趣味でヒーローをやってるものだが、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。で、手下たちはどこに？じゃあ死ね。で、もう悪さやめろよ。俺を抹殺しに来たんじゃ。行け。はい。はあ、帰るか。ハンマーヘッドはどこに行った？まだ残党がいたとはな。うん、ハンマーヘッドならあっちに行ったけど、全裸で。なんだこりゃ。おい、違うぞ。何が違うんだ？俺は桃源団の仲間じゃねえよ。嘘をつくな。俺のプライドが許さない。お前が誰だろうと、もう逃がすことはできない。お前はただ自分の技を試したいだけだろ。その無邪気な笑顔を見りゃわかるぞ。音速を超えるこのスピード、そして衝撃か、見えるか、この速さについてこれるか。ああ、帰っていいか。こいつ無敵か。チェックメイト。素の目しようと思ったら勢いでぶつかっただけで。俺は暗殺から用心棒まで何でも請け負う最強の忍者。名前を聞いておこう。埼玉だ。埼玉、次に会った時がお前の最後だ。あ、究極の忍術で確実に仕留める、この音速のソニックがな。頑張れよ。